こんにちは。今回の嬉野ホットステーションは新規採用職員の前田がお届けします。今回はご覧のラインナップでお届けします。ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。市民課からのお知らせです。嬉野市ではマイナンバーカードの出張申請、出張交付を行っています。病院や施設、ご自宅などへ市役所職員が出向き、マイナンバーカードの申請をお手伝いします。入院・入所中の方、体が不自由で市役所に出向くのが難しい方におすすめです。ただし病院等での受付は各施設のご担当者様の了承が必要ですのでご注意ください。申請に必要なものは通知カード、住民基本台帳カード、本人確認書類です。本人確認書類は下記の A から2点、もしくは A、B から1点ずつをご提示いただきます。後日出来上がったマイナンバーカードはご自宅へ郵送するか再度お届けに伺います。市役所に一度も来庁することなくカードの申請受け取りまで可能ですので、この機会にぜひ嬉野市役所市民課へご相談ください。以上、市民課からお知らせしました。こんにちは、観光商法課のロムです。今日はカフェ国際人のご案内をしたいと思います。 Hey guys, I'm Damo from the Tourism Commerce Division in Relational City Hall, and I'd like to tell you guys about カフェ国際人 today. カフェ国際人はコーヒーを飲む場所ではありません。嬉野市に住むいろんな国の人が集まっておしゃべりなどを楽しむ日本語教室のことです。この教室では優しい日本語を使いますので、皆さん気楽にご参加いただけます。 Unlike the name implies, Cafe Kokusai Jin is not a place for drinking coffee. It's a Japanese class for everyone, and we can play games, chat, study Japanese, and much more. We use simple Japanese here, so anyone can participate. Cafe Kokusai Jin ではいろんなことをします。At Cafe Kokusai Jin, we do a variety of activities. 一緒にボッチャを楽しんだり、 We play games like ボッチャ、防災マップを見て住んでいる地域の状況を調べたり、 We study the disaster map together so we know what to do during an emergency. カードゲームを楽しんだり、 We enjoy card games.私が日本語の授業をすることもあります。And of course, we teach Japanese as well. カフェ国際人は、嬉野町で1ヶ月に1回、塩田町で3ヶ月に1回開いています。カフェ国際人の今後のスケジュールはご覧の通りです。We hold this class on the second and fourth Mondays of every month in 嬉野 town, and once every 3 months,on the third Sunday in Shiota Town. This is the schedule for Cafe Kokusai Jin. お問い合わせは嬉野市役所観光商工課までお願いします。また、Facebook でも情報をお伝えしておりますので、そちらもご覧ください。If you have any questions, please contact us at the Tourism and Commerce Division in 嬉野 City Hall. And we have a Facebook account as well, so check it out!外国から来た人も地元の人もたくさんの方に来ていただきたいです。皆さん遊びに来てください。We want a lot of people to come and have fun with us. So come and join us.
皆さん、こんにちは。嬉野市心の架け橋手話言語推進委員の古川です。森長です。田中です。みんなで楽しく学ぼう手話コーナー。今回の手話は海、夏、貝殻です。それではどうぞ。それでは今回の手話海の動作について説明します。右手の小指を立てて唇に当て右へ少し動かします。その後右手の手のひらを下にして右方向へ波打たせます。それでは皆さんもご一緒に海、海、次に手話夏の動作について説明します。右手の親指を人差し指に乗せて軽く握り、うちわで2回仰ぐように動かします。それでは皆さんもご一緒に夏、夏、続けて貝殻の指文字の動作について説明します。か、い、が、ら、か、い、が、ら。今回の手話は海、夏、か、い、が、らでした。それでは次回もお楽しみに。9月の休日在宅当番医はご覧の通りです。9月の小児時間外診療はご覧の通りです。9月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。9月の塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。今回の嬉野ホットステーションいかがでしたか？それでは次回もお楽しみに。